うぞくるくるちょもちょもくるちょもちょも今日はいい日だね。さらちゃん見てるクリオシです。どうですか。うぅぅぅぅぅぅなんだろう、家が切れるんだよ。クリシュモインステイホームでございますが、何でステイホームしますか、ほんとに。今日はですね、クリシュモがお家でできる暇つぶし、まあ今結構ズームやってる方も多いと思うんで、うん、ズームでもできる暇つぶしを3つの用意したんで、あ、すげえ。一人遊びじゃなくてってことやもんね。そうです、そうです。こうやって画面で。誰かだったでしょうね。うんうん、すげえ。今日は、クルチョモ3番勝負ということでね。ちょっと対決で、その3つを、遊んでいこうかなと思います。ああ、ちゃうぞ。一つ目はですね、先日ちょっとですね、テレビチャンピオンっていうテレビの、総集編をね、この間やってたんですよ。何時間、4時間ぐらいかな。手先が器用選手権っていうのがあって、まあそのテレビチャンピオンをね見て、2人で、1円玉立て対決、1円を、どっちが早く、立てられるかっていうのね。立つの、そもそも手先が器用選手権では5円玉をね200枚並べて、で、その間に糸を全部通す。ピンセットでこう。狂ってる、狂ってる。ただ、1円玉1枚ですから。こんなもん、もう、秒殺ですよ。ちょもちゃん、手元に1円玉ありますか？ 1 円玉ありますけど。あ、よかったな。もう、オールキャッシュレスで生活してるのかと思ったから。じゃあ、クルチョモ、1円玉。立て対決いきますよ。レディーゴー。え、無理じゃん、こんなん。無理じゃない？え？いきました。1円玉早立て対決、クルーシの勝利でございました。はい、次もですね、まあちょっとアナログではあるんですけど、アナルゲームして、昨日なんか俺なんかお風呂場で念入りにちょっとアナルちょっと指突っ込んじゃいましたけど、どういう2つ目のゲームはですね、はい、10秒ぴったりでストップウォッチ止めようゲームiPhone のストップウォッチ機能でですね、ぴったり10秒で止めようという簡単な、ゲームでございます。なるほど。やったことあります？やったことない。やったことない、うん、ボクサーがさ、うん、その体幹で3分、シャドーボクシングで3分で止めるみたいな、あれとかもう変人や思ってたもん。うん、嘘だと思ってるよ、そんな。あえてちょっとチョモちゃんから先に言ってもらおうかな。はい、10秒00を目指しましょう、本当に。うん、オッケー。はい、じゃあチョモちゃんのですね、10秒ストップウォッチゲームいきます。はい、レディーゴー。全然赤いやん。マジで？全然赤いやん。ゆったり時間が流れてるのね。じゃあ行きます。はい。はじめ！負けた。我々比較的に時間がゆっくり流れてる。思ったよりダメね。焦らず生きていこうぜってことかな。そう、そうですね。あ、素晴らしいまとめ方。
もう2連敗なんですけど。なんと最後のゲームはですね、100ポイント入ります。あ、じゃあ逆転チャンスなんですね。そうです、そうです。最後のゲームはですね、はい、ズームでもできるのか、あっち向いてホイ対決。すいません。言うてもやっぱりちょっとやっぱタイムラグっていうの。でも俺らはね、今まで通り絡みたいということで、うん、練習も何もしてませんけども。そうね。ネタ切れにも程があるよ、これ。おう！クルチョモから始まる。イエーイ！王様ゲーム。イエーイ！王様ゲーム。違いますかね、これ。はじめ！最初はグー。じゃんけんぽい。あっち向いてほい。あっち向いてほい。嘘!100 ポイント。これ、面白いで、ズームであっち向いてほい。ただ、俺の、映りだと、チョモちゃんにすごい後出しされてるんですよ。なるほどね。俺が言った方がいいかもね。多分、俺がクルちゃんの聞いて、俺出してるから、こっちの映像やと、ほぼ同時になってるから。ああ、なるほどね。じゃあ、一回、じゃあ、チョモちゃん、俺が言うわ。覚悟を決めましょう。クルチョモから始まる。イエーイ。あっち向いてほーい。イエーイ。最初はグー。じゃんけんぽん。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。あっち向いてほい。あっち向いてほい。200ポイント負けました。ということでですね、意外とできるっちゃできる。できるできる、全然できるわ。でも後出し感ありますよね。後出し感はあるけど、なんかそこを理解した上でやると、うん、全然大丈夫。この後出しで来てるけど、後出しされてないんやなっていう頭でやると、その分優しい気持ちでできる。世界が平和になりそう。チャラチャラ、優しい気持ち。いけないやん。皆さんもズーム、友達とかと、これ何人までできるんですか、ね、めちゃくちゃできるはずやで、50人もって。あ、そうなん。これから言いたいことは、ズームで飲み会をやるのはちょっと危険だから、飲みすぎないように。中谷君、ごめん。はい、ということで、クルチョモチャンネル、今日の動画はですね、ズームで、昔ながらの遊んでみた、お送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。中谷君、本当にごめん。